ここからはです、ね、派閥のトップとしてお伺いできればと思うんですけれども、静岡5区の購入をめぐってです、ね、細、え、野、ー、元環境大臣と争うことにもなると思うんですけれども、派閥のトップとしてはどのように対応されますでしょうか購入を争うことになるかどうかは分かりませんが、あーいずれにせよ、静岡5区の支部長は吉川さんです、えー、頑張っっててもらいたいたと思ってます。 先日9日にですね、二階幹事長、えー、細野氏の地元静岡国に入って、えー、支援者に細野氏を引き合わせるなどしています。この動きについてどのようにご覧になってますか。うんえっと、報道で、えー、見ましたが、詳細聞いておりません,うん。何か申し上げる材料はありません。自民党員でない細野氏を。 行動その人、行動を共にしていたということになるんですけれども、この点、いかがですかうんいや、その幹事長の意図はあよく分かりません、えーと、聞いておりませんので、何も申し上げる材料はありません派閥の中にはです、ねえー、実はもっと二階さんに文句を言ってもいいんじゃないかというような声もありますけれども、文句言わないですか、うんえー、と直接、私はそういう話を聞いたことはありません。 今もそうなんですけども、普通ならば、ちょっと僕ならば耐えられないなと思うんですけども、岸田会長はなぜそんなに冷静でいられるんでしょうかえと。吉川さんに、えー、現職の国会議員として、支部長として頑張ってもらいたい、えー、それに尽きると思います、うそれ以上、何か申し上げる材料はありません。えー、最近でですね党内で 安倍総理の四選をめぐる発言が続いていますこの議論についてはどのようにご覧になってますでしょうかうんと安倍総理の三期目の任期始まってまだ半年も経っていませんこれからまだずいぶん長い任期が残っていますいろんなことはあると思いますいろんな意見もあると思います今の時点で何か申し上げるのは、えー、まだ早いと思います いろんなことがあるということなんですけれどもその議論が出ること自体は否定されないですかえっと議論をすることは自由です自民党はそういう政党ですこれはただあまだうん人気先は長いですいろんなことはありますいろんな意見もあるでしょう最後にこれだけ聞かせてください、はい、会長は 総理大臣になられますかえっとこれは総理大臣になることが目的ではなくして、えー、自ら政治家として、えー、自分を磨き上げて、えー、それが評価されるかどうかあそ,それが結果につながるものだと思っています。ぜひ自自、えー、自分分身毎、えー、毎日毎日、えー、自分を 磨き上げられるように、同志とともに努力をしていきたい、このように思っています。ありがとうございました